舞台あナンバーでソルター役を演じます増岡徹です。上演時間はイギリスの舞台では50分ぐらいだ。そのうちの僕は父親の役で息子が何人か出ると思っていたら実は戸次さん一人でやる息子だ、ね、そういう印象から言うと非常にコンパクトな印象を持ったんですけど、読んでみるといやーこれなかなか難しい芝居でっていうのが第一印象でした。その登場している僕っていう僕の父親なんですけれども、その人物はそこまでのどうも倫理的な考え方とかそういう考察といいますかあんまりないような感じなんですね。その部分をどういうふうに演じることでそのお客様にそのこの舞台作品で伝えたかったことを伝えられるっていうのはこれはかなりこの難しい作家の考えがあっていろいろそれについていって考えていきたいなというふうに思いました。すごい好きな演出家でその何かこう「えい揺られちゃえ」っていうようなとこなんですよ。役者としては信じて大丈夫だなってこの人稽古重ねてる間にまた何かふっとひらめくような感じの人なんでしょうね。それでねガラッとね芝居の様相がね稽古の流れの中でも様相変わるんですよ。驚きを持って嬉しかったですね。どうぞ皆さんコロナとかいろいろたまた大変な状況が続いてるやもしれませんがお体を十分ケアしつつ劇場までお運びください。新宿駅のすぐ近くなんですごく来やすいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。